僕、与田さんがやってこれ強いなと思うのが、はい、中田敦彦スタイルです。おお、あのスタイルの与田さんは、与田さん昔、ジョブシュガーやった時に、うん、ホワイトボードに文字書いてやったんですか。よくやってた。あれ、うまいじゃないですか、はい。あれって誰でもできることじゃないんですよ。うん、だから、与沢さんが一回あっちゃんのスタイルで、ホワイトボード書いてまとめて、ちょっと時間かかるんですけど、一本出しでも、それ結構手間かかるんですよ。でも結構、それ、需要あると思うんですよ。で、最初数字低くても、そういうコンテンツって、まあ満足が高いんで、次見てくれるんですね。視聴数と、あと評価、満足なんですよ。だから、例えば5万人見て5万人が満足したら、それはもう20万なんですよ。それをやってたら、その5万が6万、7万に上がっていくんで。なるな、絶対なる、はい、そういうコンテンツを見つけるのが大事なんですよ。で、与田さんは、本当にホワイトボード書いて、解説するのめっちゃ前にね。いや、それ、ヒカル君が知っててくれるのが嬉しいんですけど、はい、あれだってめっちゃ古い話ですよ。へぇ、ほんとですか。2010年とかでしょ。めちゃくちゃ前じゃないですか、それ。でも、うまいんですよ、それが。解説が。だから、ホワイトボードめっちゃいいっす。やっぱ、文字書いてて、はいはい、順番に追っていって、その、与沢さんなりの解説ですよ。だからいろんなの出して。だから、あっちゃんのスタイルを一回ちょっと真似てみてほしいです。あ、やってみます。ありがとうございます。こんなヒカル君の金言のアドバイスないんで。どうしようですね。必ずやります。一回やってもらって、パソコンで、あんなにクオリティ高いのはできない。でも、あれも多分、徐々にクオリティ上がってたと思うんですよ。こんなんいいだろうな、みたいな。与沢さん説明めっちゃうまいですよ。だから、そのスタイルだったら、ソロでもできるじゃないですか。ただ、チームがいるんですよ。編集から2回。それはいい。挑戦してやれば、すごいもんなるから。なっちゃんもオンラインサロンのメンバーにやってもらったから、やっぱしてると思うんですけど、与田さんもらったのあるじゃないですか。そこの人で使っていくとかもあると思うんですね。そういうチームも形成してやれば、もうすでに完成されてるいいものが世の中にあるんだと、それに真似するだけだと思ってて、自分も向いてるかどうかと思ってて。それは真似してもいいんですか。全然いいです。正直、与田さんに対して求めるのって、僕、学びなんですよ。ですね。多くの人が与田さんを何の目的に見るのか。間違いないです。別に楽しいコンテンツ求めてないんですよ。エンタメじゃないんですよ、踊るのって。要は学びなんですよ。与沢さんの話聞いたら、自分も稼げるようになるんじゃないか、ためになるんじゃないかっていう知識欲がでかいんですよ。要はインタレスティングなんですよね、求められてる。ファニーとかじゃないですよね。笑うやつじゃないですね。そうです。興味深いっていうコンテンツは絶対に求められてるんですよ、与沢さん。間違いない。それを出し続けたら、そういう、もう大人が集まって、しかもそういう大人が多分与沢さんのビジネスに一番刺さる。確かに。だからちょうど一石二鳥です。与沢さんだったら一番先端のことを教えてくれそうですもん。そう。それが欲しいんですよ。で結構勉強して、すっごい勉強してますもんね。だから、例えば仮想通貨一つとってもそうですけど、ね、そういう最先端の知識ってあるじゃないですか。そんなの与田さんなりの解説で話したりとかすると、分かり、入ってくるじゃないですか。そう。だから本読めないけど、10分、20分、30分くらいですね。30分動画だって見れるよって。与田さんと話したら聞ける。尺も、できれば尺も20分から30分。多ければもう40分、50分でもいいです。尺にしてほしいって。なるほど。それから中身詰まったコンテンツ一回出してほしいです。授業っすね。授業やってほしいです。だから与田さんにはこれで今度 YouTube 成功してもらって、書いてもらって、あのまたなんかください。でもね、今一番憧れてる人でもあるんですよ、ヒカル君が。だからそのヒカル君に言ってもらえるのは、嬉しいし、自信にもなります。いや、そのスタイル、多分、今聞いた人が向いてるなって多分みんな思ってた。間違いない。はい、しかもそれって、ネタが無限にあるんですよ。あ、そうかそうか、世の中の疑問とか新しい技術を全部出てくれば、本一冊読んで解説するとか、無限にネタがあるんで、ネタ困るんです。あ、すげえ、はい、すげえ腑に落ちた。もう僕はね、いつその人持ってかれるかだけ不安でしたね。あ、でもまあ1年後ぐらいです。やべえな、もうやべえ。でも多分結果が出ればすぐに分かるんで、こうやって言っただけなんで。でも実際やると与田さんなんて大変なんで。まあそうですよね、はい、きっかけだけなんで、旬なやつ全部取っていくんですよ、うん、でサムネとか書いたらもう中津さん参考にしてください、うん、もうパクってるって言った方が早いです。まあ参考にするっていう、パクってるよって、はい、言ったらもう何も言ってこないんで、まあ、言ってきたとしても関係ないです。面白くどうかなんで、与田さんの視点っていうことが大事なんで。そうですね。何はパクんないですか。そうです。面白いのはあっちゃんの面白いと思う。あの笑いも挟むじゃないですか。でも違う、また面白いのがあるんで、与田さんの深いこう与田さんの角度からの発信があるんで、それは結構いいと思いますけどね。次頑張ります。はい。さっきと全く性格違うのに、なんか見てて心地いいですね。いや、ありがたいですよ。まあ昔年上の人なんで、まあ余裕があるんで、こうなんか好き勝手させてもらってるって感じしますよ。でも与田さんのあっちゃんスタイルはめっちゃ楽しみだ。めっちゃ強いな。だから与田さんがコツ掴んで、ちょっと何回か諦めずやってもらっていいですか。もちろん何回か諦めずね。ちょっと多分ほぼ格でいくんで。約束します。本当にやります。結構自信あります。で、あのスーツでやってほしいです、ちゃんと。なるほどね。ちゃんと髪の毛もちゃんとこうセットして、スーツで、そこも大事です。なるほど。あっちゃんちゃんとした格好でやってますね。やってるんで、そこも大事です。やっぱり授業なんですよ。なるほどね。信用が大事だから。それはめちゃくちゃ伸びると思う。結構だって思いません？いや、わかります、わかります。イメージ、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 イメ
確かにイメージできるかも。で、一人で喋りにくかったら、あのオンライン の, あのサロンのメンバーにをリモート繋いで、そこにそこまで話すように言ってください。そしたら視聴者に届くんですよ、それが。でも画面の向こうに対して魂を込めた授業がすごく大事なんで。なるほど、意識それですね。カメラにやるんじゃなくて、そこを意識してやると多分中津さんみたいになるんで、多分あっちゃんもたまにオンラインサロンのメンバー目の前にやってると思うんですよ、おそらくですよ。そうだ、多分特定だと思うんですよ。声ありますよ、声出てますね。声出てるんだから多分特定だと思うんですよ、あれが。オンラインサロンの人から生で聞こえるんですよ、それが、あの授業が。それを多分同じシステム作れると思うんで。もう作れますね。しかもそれやってみたら、そうですね、オンラインサロンのメンバーにとっても面白いコンテンツになる。伸びるイメージしかわかんない。で、あとは視聴者の意見参考したら、こんなのもっとこうした方がいい、次こうした方がいいとか、これ教えてくれとか、はい、来るでしょうね。でもあのスタイルって本当に一部しかできないんですよ。マジでむずいスタイルなんで、だから誰もマネできないから、あっちゃんの2番選手がいないんですよ。確かにいないですね。いないですよ、マネできないんですよ、あの領域って。で、吉田さんっていけそうなんですよ。いける、確かに、はい、めっちゃ勉強してらっしゃるから。いや、嬉しいアイディアに授けてもらったマジ、うん、いや、たまにあとはこういう感じで対談するだけで、うん、あとはもうメインコンテンツ、あっちゃんもそうじゃないですか、もうあれだけじゃないですか、今後。そうなんですよ、ね、エクストリーム授業だけなんで。そう、ほんとそれで、その一本でいっちゃうんですよ。ヨザワ軸でいきましょう。ヨザワ軸、いや、いいと思います、マジで。ヨザワ軸で絶対面白いです。めっちゃ見ろ、はい、動きがある動画撮んなくていいですよね。いや、それめっちゃ、ドバイ関係ないんですよ、しかも。どこでもできますよ。はい、どこでもできるんですよ。はい、演者もヨザさん一人で行くんで、あとはもうスタッフとか裏方とかをこう完成させては勝ちます。で、フルテロで行ってほしいですね、できれば。あっちゃんもフルテロなのかな、わからないですけど、電車の中とかで映っても、もう全部テレビで見れる。はい、はい、編集はきちんとやるってことですか。はい、絶対きちんとやる、はい、学びのある感じでやってもらったら、うん、結構俺これちっちゃい気がすんな。うん、ありがとう、イメージできた、俺もできた。ありがとうございます。遺伝高橋とレベルが違うんで。僕に言ってくれたらこうなります。光くんのコンサル受けちゃった。これでもちょっと与田さんがマジで鶴瓶さんやると思うんですけど、やります、やります。俺結構ね、多分初速の反応がもういいスタート、うん、再生数は別としても、まあ、テーマによるの再生数もいっぱいあります。でもコメントが、これはこういうのやってほしいって言ってきます。あー、分かる分かる、絶対そうだ。こういうの待ってたいなと思って、それはもう確信してるんで、うん、しかもそれって切り抜かれるんです、長いんで、授業が切り抜かれるんで一部とか、で、TikTok にも流れるじゃないですか。だからそれは1本で全部、ま、もう取れるんで、はい、登録者も伸びますから。すげえ、これね、光くんに預けてもらったアイディアなんでやります、絶対に。